おらんくなったんですけど、あ、この子に乗るってこと？なんか主人公に似たものを感じる。ほい、ということで今回はこのフラグ回避というアプリをやっていきたいと思います。はい、スタート。え、なんかめっちゃ道端に靴が落ちとんやけど、しかも片方めっちゃボロい。チュートリアル、このまま進むと足が濡れるフラグ立ってるよね。どうにか回避できないかな。このまま進まずに避ければいいんじゃないかな。遊び方1、気になる場所をタッチ、いろいろ調べてみよう。まあでも要は、え、これ両方とも長靴？これ右側も長靴なん？わざわざこんな綺麗な長靴履かんでよくない？横ので。まあ履きたくないかもしれんけど。遊び方に、アイテムは使いたい場所までスワイプ。でも最近なんかさ、めっちゃあれよね。普通の、なんていうん？普通のスニーカーみたいな長靴あることね。長靴っていうか、レインブーツ。なんていうん？わからん。フラグ回避。1、水たまりフラグクリア。クリア、バラや。なんでわざわざこんなキザな感じのキャラなんやろ。はい、2、時刻フラグ。なんかこの主人公のキャラだけ世界観違うよね、確実に。時刻フラグ、遅刻の方のフラグ、なんかハンカチ、ハンカチ、葉っぱ。え、何やってんの？え何やってんの？なぜいきなり水たまりで自分の顔を見出した？え、これはどういう、ハンカチを持つ、違うな、ハンカチを何してんの？え、そういう使い方、ハンカチ汚くね？しかも置いてくんや。パン落とした。え、あれ自分のハンカチやろ、放置してくなよ。はい、ステージ3、出会いフラグ。美と品格って書いてある、これか、色的に。それはちょっと女の子が意味わからんくない？はたく必要ないやん。じゃあ他のもう一個のこっちの本を、世界の芋虫見たくねースカートの中のハンカチ、ハンカチ落としましたよってまず近づく。で、去っていったところを美と品格ゲット。別に逃げていく必要なくない、あの子。いまいちよくわからないな。はい、ステージ4、ダサ日焼けフラグ。この回は取れそう。お、そんな石も取れた。ヤシの実は取れないのか。サングラス、でもこれ今のまんまが一番いいんじゃない？ねえ。え、だってさ、サングラスかけたら、目の部分だけ日焼けすることになるやろ？こんね、他のやつどうやって使うの？あれ、2枚に分かれたんですけど。普通に焼くのが多分一番ダサくないと思うけど。てか意外やね、なんか焼きたくない派の人かと思った。違うんや。このままが一番な気がするけど、でもこのまま、え、なんかかっこいい日焼きができるってこと？逆に普通にするよりも。これはどう使うの？腹筋が割れとる風に見せれる。
そんなことある？てか何、実際にあれ、あの女の子やね、これタワーの時。実際にさ、腹筋ある人ってこんな感じで日焼けしてもそこだけ焼けんとかいうことあるの？ステージ5、汗まみれフラグ。すごく暑苦しそうな感じだな。なんかここの辺バラ？ん？芋虫出てきたよ、芋虫。あれ、芋虫を取ったんじゃなくてバラを取ったのか。で、芋虫付きの方を、あいつらに渡すのかと思ったら違うのか。あ、それか、私が直接向こうに渡せばいいってこと？両方取ります。で、これを、違うんか。じゃあこっち普通に。って、そういうこと？バラで？一人だけ異色やね、なんか。そんなに汗まき散らす人おらんやろ。これは何の時間なんやろ？普通に体育の時間？みんな同じお顔なんだけど。ステージ6、ペンキフラグ。あー、塗りたてって感じ。これ使えばいいんじゃない？え、違うの？ん？なんか後ろで撮影しよる人たちがすごく、お、これで乾かす？でもそんなすぐ乾かんよね。こっちの方が絶対いいって。他になんか取れるもの。これで撮影が終わったってことはこれが使える。で、これで乾かす。お、乾いたんじゃね。そこまでして座りたいかな。勝手に拝借したけど、まあ、でもステージクリア。ステージ7、ゾンビフラグ。噛まれたの？ゾンビは別のところにいるんだろうか。うわー、え、これから噛まれる感じ？よくない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 。あー、噛まれた。なるほどね、そういうことね。そこを開けたらいかん。まだゾンビにはならんのか。そこを開けてもゾンビが来る。てか、みんなあれやね。この男の子を連れて逃げようとかいうわけでもなく、真っ先に、まあでも自分の命がかかっとったらそういう風になるかな。さすがに、他人やもんね。これは取れんのか。ん？え、てかこの男の子噛まれてない？これなんか緑になっとるやん。え、なんか液体出たんですけど、これはなんか鍵が必要っぽいな。ここは開かない。あれかな、あそこ、こういう状態にしとったら、ゾンビが来れんとか、つるっと滑ってこける？あ、こけたこけた。で、あとは、線を抜いて、あ、鍵。でもこれゾンビすぐ復活するんじゃない？大丈夫？お、これで。とりあえず、この子、ゾンビじゃなくにして、絆創膏？何？ちょっと怪我しただけとかそういうこと？そんなまで騒ぐなよ。そんな切り傷で騒ぐなよ。命に関わってねえじゃねえか。命に関わっとったらあっちの男の子やんねん。怖っ。やのに見捨てて。てか逃げれたやん。はい、ステージ8、デッサンフラグ。あの彫刻を描きよんかな。別にそういうわけじゃない。あの男の子、男の子
ではないんかな。だからなんかあの影の子は彫刻描いて、なんかカメラ自画像そういうこと書き出したさらに美化されている。クリアなのねこれで。あ、書くための素材が見つからんかったってこと。さっきのはステージ9、乗馬フラグ。振り落とされそうな感じしかしないな。それを回避するってことよね。ん？なんか動いた？気のせいか。え？馬のマスクをかぶってこれさせる。これはこれで違う？なんか違うっぽいな。ちゃんと無事に乗れんといかんってことよね、きっと。乗馬やし。失敗。そう。ってことは、絶対これ、ねえ、乗切れると思ったんやけど、全然関係なさげだな。でも取れるものがさ、今のあのマスクしかないんよね。この人にかぶせる。どう？デレデレして近寄ってきたよ。おらんくなったんですけど、あ、この子に乗るってこと？なんか主人公に似たものを感じるこれで乗れるんじゃない？なんかちょっとちっちゃくなったけど、さっきの子よりね。かわいい。え、動かないじゃないか。この子はこの子でおっとりしすぎなのでは。クリアじゃない、マジで。じゃあなんだ。でもあそこまではあったんかな。かぶせておらんくなるところまではあったんかな。あ、この隙っていうんかな、これが取れるんやないの。これこれ、アイテムとして。あ、人参あった。これでやる気を出させるってことか、この子に。そういうことじゃない。これで食べてもらってやる気を出させて乗る。おー、やったね。なるほど、何個か段階があったんだな。めっちゃ追いかけられよるかわいそうに。イエーイ、ステージクリア。若干難しかったな。ステージ10、免罪フラグ。免罪じゃなかった、冤罪フラグえ、でもこれは、え、あ、なんかちょっと背格好が似た感じの人が走ってきたんか。これ主人公かと思った。普通にそばかすあるね、ちょっと違うね。でここで、そっか、間違えられるんか。じゃあ、あれ、でもこれ開けたらさ、あれよね。あ、でもここに挟まって大丈夫になるんかな。逃げられることはない。これでスタートしてみたら、ギャー、あ、ほら、やっぱ逃げられたやん。あれー、てか、なんでそんなうまい具合にマンホールの蓋閉じる。ないやろ、そんな滑らかに動かんやろ。めっちゃ重いんやけん、マンホールの蓋。あ、なんか胸ポケに入っ、取れんかったー全然取れんかったー。んー、でもここ以外になんかポーズを変えることに何か意味はあるんだ。こかす、これでこかすんやない。どう、引っかかれ、ほら、おっしゃー、
なるほどね、どんなポージング。ちょっとびっくりしてるね。イエーイ。いや、こんなそっくりな子がおると思わんくない？